こんにちは。ここは東京浅草駅です。浅草駅ってなんかこんな感じでね、非常に変な雰囲気なんですけども、それ地下だけの話でして、市場に出れば大層立派になりますよ。本日は快晴、あと5分で列車が出ます。今日2020年の1月の13日月曜日は祝日で成人の日です。本日は5000円持ってですね、宇都宮まで行くと、そういう旅行をやってみようと思います。あんまりお金をかけずに、しかし質は担保します。宇都宮はかなり低コストで旅行ができる素晴らしい場所ですから、皆さんにご紹介したいと前から思っていました。ただいま3番線に到着の電車は折り返し。浅草駅から東武線の特急電車霧降り号に乗りました。今回は宇都宮まで全行程5000円にて旅行するということになっていますが、特急列車を使うぐらいのお金の余裕はあります。ちょうど見えてきました東京スカイツリー。これから渡りますのは東京の名物隅田川です。アサヒビールの本社うんこビルも見えております。ご利用いただきましてありがとうございます。次は東京スカイツリー、東京スカイツリーです。東京スカイツリーの次はスカイツリーに変わります。東京から宇都宮に行く一般的なやり方としては JR 宇都宮線が挙げられますが、これは片道あたりだいたい1940円ほどかかりまして、往復で約4000円です。ちょっと高いなと、やっぱりそれなりの距離があるところですからね、そうなってしまうんですけれども、実は JR よりも時間のかかる東武鉄道を使えば異常な値段で安く行くことができます。その秘訣がね、東武鉄道の株主優待乗車証というものです。これ別に私東武の株主ではないんですけれども、手に入っています。これは東武鉄道の全線に1回だけ、どこからどこまででもいいから好きなだけ乗っていいというもので、1万円あたり金券ショップ、東京だったら多分大体のところで売ってると思いますけれども、800円から900円ほどで購入することができます。要するに800円から900円ぐらいの切符を金券ショップで買ってくれば、東武鉄道に好きなだけ乗っていいということです。だからそれを使えば東武線で全部宇都宮までつながっていますので、途中の駅で乗り換えを続ければ宇都宮まで800円ぐらいで行けてしまうというわけです。今回私は880円でこれを1枚購入し、帰りの分もありますので、往復1760円ということになります。 JR の往復で行くのの半額以下ですね。でそれからせっかくなんでね、宇都宮まで普通に行くと、3時間近くかかるわけなんですけど、 JR で行けば2時間かかりませんから、ちょっとさすがに時間がかかりすぎる。しかし値段浮かした分でちょっと旅行気分を味わうにもよし、東武線の特急列車に乗っています。東武鉄道はやっぱり運行の距離が長いので、特急列車の運行も多く、本日乗っているこの霧降り号は毎日運転の列車ではありませんが、しかし料金がね、安いんですね。これね、普通はね、新栃木というところまで途中まで特急で行くんですけど、1200円ぐらいかかるのが800円で乗ることができます。そんでもね、1200円でリッチなスペーシアという電車もありますので、興味がある方はそれで似たように真似していってみられるのも面白いと思いますよ。東武鉄道の株主優待券ってのはね、これを使えば本当に安い値段で旅行できるようになりますんで、旅行の幅も広がりますね。高校生の時はたくさんお世話になりましたし、今後もこれを使ったモデルコースを皆さんに紹介できたらと思っています。北千住を出ると線路の数もどんどん増えて、列車のスピードも上がり、東武鉄道、そしてこの特急霧降り号の本領を発揮するような区間になります。今ちょうど向こう側に遅い電車が走っていましたが抜きました。もうすぐおせんべいで有名な草加です。この列車は止まりませんが、私動画撮る関係でね、このようにブツブツ喋りますから、周りのお客さんがいると迷惑になるんで、もともと指定していた座席はもう結構人が座ってたんですね。だから人のいないようなエリアに移ってきて、車掌さんちょっと座席の場所を変えていただけませんか、お願いをしましたが、随分親切に対応してくれました。さて今、昔の栃木県庁の所在地の駅、栃木駅を出たところなんですが、次の新栃木駅で列車の乗り換えです。あっちは東武の看板列車スペーシアですね。なんか愉快な音楽が鳴ってるな。なんだろう。本日も東武鉄道をご利用いただきましてありがとうございました。初めて来ました。ここが東武宇都宮駅です。目の前が駐車場。なんだか暗い感じになっているのは、真上に東武百貨店があるからですね。デパートの1階に電車が入ってくるという都会的な構造です。早速広告。ケンタ餃子、これも有名ですよね。餃子の街にようこそと書いてあります。ここまで乗ってきた東武宇都宮線は田舎のローカル線という感じで、あんまり東京からの宇都宮観光で使う人はいない路線だと思いますが、しかし東京からの最安ルートでもあります。東京からこの宇都宮までの所要時間はおよそ2時間でした。駅の外に出てきましてね、都会的な感じいいんですけど、駅前に早速また餃子があるんですよ。桜餃子ってやつね。でこれ見て、なんでこんな無慈悲なことあるかと思ったんですが、上にね、またケンタ餃子のさっきの広告出してるわけですよね。よそのライバルの店がこんなデカデカと上に広告されてる、そんな餃子屋あります？っていうか、間違えてここがケンタ餃子だと思って入っちゃう人もいるんじゃないですかね。ここにもそう書いてありますし。こんな頭おかしい広告を初めて見たな。ちょっとかわいそうですよね。あの店も納得してるんでしょうけど。いろんなお店があってどこに入るか迷いますし、実際どこに入っても美味しいんですけれども、やっぱりね、観光で最初に行くんだったら、このドン・キホーテがおすすめですよ。なんでわざわざ観光に来てドン・キホーテなんだというふうにね、侮っちゃいけない。このドン・キホーテはうちのチャンネルでもこれまで何度か紹介したことがありますが、宇都宮で他にもあるのかもしれないですけども、非常に利用しやすい餃子のフードコートを備えているのです。普通のスーパーみたいなところなんですけど、地下に餃子フードコートキラッセっていうのかな、それがあります。すごい行列してたんですけど、さすが餃子屋は回転が早いのですぐに案内してもらいました。ここはね、食堂が5箇所つながっている、そんなイメージですかね。今私はさつきというお店に来たんですけど、さつきという店にいながら別の店の餃子を注文することができます。でそこで頼むと自分の店のところに持ってきてもらえるという方式です。こっちの小ライスは120円ですが、とりあえずこの2つで380円ということになっています。餃子っていうのはもともと安い食べ物なんですよね。なんで宇都宮が餃子が名物なのかっていうと、宇都宮にあった陸軍の師団が日中戦争の時満州の方に進駐していたんですが、そこから引き上げてきて、それと同時に中国から餃子のレシピを持ち帰り、食料事情の厳しかった栃木県において戦後特産のニラと、それから餃子の材料がその他にも豊富に取れたことから、じゃあ中国から持ち帰ったレシピを使って食べようと言って、それで普及し、現在でも餃子が非常に人気なんだそうです。栃木県宇都宮市の餃子の消費量は全国1位となっています。ただ時折というか、最近では割と頻繁に静岡県浜松市が1位になることもあるらしいですね。宇都宮市としてはこれを危惧しているそうです。でそれからこれがまた宇都宮名物のめんめんというお店ですけれども、見てもらって分かる通り羽根付き餃子となっています。こちらも370円かな。餃子としては高い方ですが、安い体験ですよね。こんな珍しいもの食べて370円ですから。もともとね、戦争終わった後に食べるものがなかった時代の名物というだけあって、宇都宮の餃子は非常に安く味わうことができます。260円、370円足して、630円プラスこれで、750円かな。確かに宇都宮餃子委員会みたいなやつがあって、そこの公認しているオフィシャル宇都宮餃子のタレが置いてあります。だからどこの店に行ってもタレは同じ。宇都宮市内の町の餃子屋に行くと、それぞれのタレの違いを味わうことができます。それもね、餃子の味を楽しむ、店巡りの醍醐味だとされています。このフードコートは手軽なんですが、タレが全部一緒なので、それの違いを楽しむということはできません。私、台湾だか中国だかで本場の餃子も食べましたけど、あっちは皮が分厚くて、まんじゅうみたいな感じなんですよね。肉まんというかね、皮が主食となっている。それに対して、日本の餃子は皮を薄めにおかずとして作ってますんで、やっぱり餃子単体じゃなくてご飯を頼むか、ビールとかね、そういう飲み物と一緒に食べるのがいいんじゃないかと思います。今回はお昼ご飯としていただきました。このね、コーランっていう店の餃子はね、もちもちしててね、味がこうタレとしっかり絡んでね、これが美味しいんですよ。タレの味がビシッとつく感じね。でこっちはまあ、味はね、なんかこの周りの跳ねつきがこうインパクトが強いんで、今のところそんなにすごい特徴を感じるものではないんですが、でもやっぱり跳ねのインパクトがとてもあります。そういう風にそれぞれの店で良さがありますんで、私今回1人で来てますからね、1人分だと2皿しか食べられないかなと思ってるんですけど、まあ、これが2人で来れば4皿、3人で来れば6皿というわけで、いろんな餃子を食べ比べる、だから大人数で来た方が楽しいと思いますよ。こっちの羽根付き餃子はね、肉がじゅわーっとこう噛むといろいろ出てきて、じゅわじゅわしてる感じで美味しいですね。この見た目からは想像ができませんでした。しかしちょっと切ってね、断面を見てみたんですが、左側が羽根付き餃子で、右側がコーランの餃子ですけども、中は肉がたっぷり入ってますね。お互いに結構安い値段でこんなにいっぱい肉が、昔はニラが名産だったからたくさん流行ったというこの餃子ですが、まあ、今中身を見ると随分日本の発展を感じさせるような内容になっています。よし、全部食べましたよ。いや、美味しかった。いいお昼ご飯になりました。食べた食器はね、そのまま置いておいたら、それぞれのお店が回収に来てくれるんだそうです。申し訳ないけど、ちょっと塩分をたくさん取ったんで、漬物は残させてもらおうかな。餃子お腹いっぱい食べて満足。じゃあ次はどこに行くか。さあ、このドン・キホーテはね、神のような立地でございまして、もう目の前にこんな大きな神社があります。ここもね、訪れるべきかと思います。下野の国一宮、栃木県で一番重要とされる神社、二良山神社。日光東照宮の脇にも二良山神社ってのがありますけれど、その親がここでございます。本日は日曜日、信仰する市民の上りよりも頻繁です。そうか、今日が初詣っていう人もいますよね。だからこんだけ神社が混んでるんだな。いつもよりも多分さらにいっぱいいるでしょうね。食後の運動もいいですが、デザートも必要です。買ってきましたが、これで視聴者の皆さんもご存知、レモン牛乳、ご存知でない方もおられると思いますので紹介します。通称レモン牛乳、正式名は関東栃木レモン、まさにここに書いてあるものが、その通りなんですけども、昭和の戦後間もなく誕生した乳飲料で、甘いものが貴重な時代は子供にとって特別な給食などに出る贅沢品でもありました。運動会などの時にね、限定で出たデラックス牛乳、そういうものみたいですね。私も東京板橋区の高島第二小学校というところが出身小学校なんですけど、そこではね、やっぱ運動会の時だけコーヒー牛乳とか出ましたよ。でこれは栃木県特有のものであり、また栃木県の名物ともなっています。餃子的なやつですよね。これもまた戦争終わった後、じゃあいかにして子どもたちに、ごちそうをあげるかということで考えられた商品。これは単なる憶測なんですけども、多分このレモン牛乳はもう味を変えるつもりはないんじゃないですかね。今の時代だったらもっと後味をすっきりさせることもできるんじゃないかと思うんですが、どっちかというとこの昔の雰囲気を感じるというか、ね、昔はこれが贅沢品だったんだなと思いながらこう飲むと、それがなんかこうレモン牛乳の魅力なのかなというふうにも感じますし、もう栃木県民がこれをみんな好んでいるのかどうかあまりよくは知りませんけど、多分そうなんだろうと思いますんで。細胞の隅々までに染みついたレモン牛乳の味を、今更変える必要はないのかもしれません。この小さいやつであれば、先ほどのドン・キホーテで84円でこの1つのパックを手に入れることができるんですが、いわゆるまずくて美味しいのような一つなんじゃないですかね。そんでせっかくわざわざ宇都宮まで来て、さすがに餃子食べるだけで帰るのはもったいないことだと思いますので、次はね、宇都宮の誇ります特産品というのかな、石材大谷石というものについてご紹介します。観光にはバスを使ってもいいんですが、せっかくなんで宇都宮市の取り組んでいる面白い自転車政策を利用します。放置自転車は撤去しますとここに書いてあってね、宇都宮市中心部はさすがに都会なんで、こういうエリアのところでは自転車を止めたら撤去されますよという部分が指定されてるんですけども、これはこれ放置自転車なのかな、なんかそうに見えますけど、ちょっと分かりません、これはね。で、撤去された自転車がじゃあどうなるのかというと、街の中何か所かに設けられている市営駐輪場に集められて、レンタサイクル1日100円で利用できるんだそうです。1日100円っていうのはレンタサイクルとしてはもう超破格なわけですけど、自転車をそのまんま処分しようとしてもね、放置自転車の処分には結構なお金がかかるんで、それで市民の移動手段の向上とかね、観光客向けの何かできるとかあったらば随分良くなるんじゃないかなとはとても思いますね。ああ、こいつらがレンタサイクルか。しかしまあ随分良さそうな自転車がたくさん並んでますよ。当たり外れがやっぱりどうしてもあるのかなと思う。でもよく整備されていますね。そんで身分証明書を見せて借りてきたんですけども、これですね、私普通の自転車を借りようと思ってたんですが、電動アシスト自転車というのもありまして、しかもねそれが値下げされて、今年からかな、これが1日100円ということになったんだそうですね。まあ、レンタサイクルとか使われない方は相場が分かんないと思うんですけど、電動アシスト自転車レンタル1日100円っていうのはもう極端に安いんですよ。こんなもうただ同然っていうか、1日借りたらば2000円とか取るようなところも普通にありますから、なんでこんな安いのって感じなんですけど、ともかくもうこれで観光は100人力ですね。宇都宮どころかもうなんかすごい何十キロも遠くまで行っちゃいそうな気もしますが、ちょうどそれでね、ここで止まった理由をまず話さないといけないんですけど、ここにこの石で作られた石橋がありますが、この橋の石の雰囲気がなんだかこう独特ですよね。これが栃木県宇都宮市の特産大谷石というものでして、栃木県内ではこの石で作られた建物、それからこういった建築物をたくさん見ることができます。それもそうじゃないですか。これ目の前にあるこのお家もね、これもまた表面こっちの方が綺麗に加工掃除されてますんでちょっと分かりにくいですけれども、また大谷石で作られているというのが分かると思います。この大谷石は宇都宮市の山の方に行きますと大谷という地区があって、そこが生産地なんですが、非常に素晴らしい大谷石を見ることができる場所がありますので、これはねもう栃木県ナンバーワンの観光スポットかもしれない。必ず宇都宮に来たらば行くべきです。大谷石は栃木県、特に宇都宮市内であれば本当に至るところで見られます。そこもそうですね、この古そうなお家の壁とかこれとかですね。あそこの金券ショップの壁だって大谷石ではないですか。で電動自転車でだいたい30分ぐらいですかね、着きました。ここが大谷地区です。すごいですよね。大谷石の源となる岩に囲まれたようなところですが、ここに大谷資料館というものがあります。でそれはこれなんですけども、まあこうそれは立派な建物ではないわけですが、なんとまあしょぼい建物がこんなところのためにわざわざ自転車35分も来い、そんなこと言っちゃいけません。これはねこの建物は世を忍ぶ仮の姿でありまして、この大谷資料館の本当の、心臓は地下に埋まっております。この辺りの岩が直線で切り取られているのは大谷石をそれぞれ切り出し、そして産出していったその名残というわけですが、この辺りで地上でもすでにそうした跡が見られますけれども、その本拠地は地下にあったようです。見学料金は800円です。この800円には価値があると思います。現在でも大谷石の採掘というのは普通にやってるんですけれど、しかしこの地下を使った大規模な採掘は現在はやっていないようです。少なくともここでは採掘はしていませんが、その当時の跡がすごいですよね。こんな風に残っております。気温は4度です。夏の時期には非常に良い涼みの場所としても使えるんじゃないかと思います。ちなみに写真撮影に関してはね、商業用の撮影は禁止です、禁止ですっていっぱいすごい書いてありまして、私もちゃんとお伺いは立てたんですけれども、今回はですねきちんとお許しをいただいております。大体石材の産出ってのはこうやってやるわけですよね。江戸時代ぐらいから確かやってたんじゃなかったかなと思いますが、こういう1枚の規格がですね、百何十キロだからすごい重くて、昔はこれを一人だけで持ってて、そんな話を聞きましたね。確かそうだったような気がしますよ。非常に柔らかくて加工がしやすい割には、とても頑丈でもあるということで、例えば初代帝国ホテルなどさまざまな日本の名建築でも使われた石です。この地下の巨大空間は戦争中には空襲から逃れる場所としても非常に機能しまして、実際に防空壕というよりは地下の軍需工場として使われたという話です。ゼロ戦を作っていたという話を聞いたんですけど、ゼロ戦じゃなかったみたいな。ここに中島飛行機の戦闘機はやての機体工場として利用されましたと書いてあります。この辺りの地質はもうほとんどが大谷石ですから、どんどん掘り進めていくと自分が一体どこに行ってんだかよく分からなくなると、これ今掘ってないけどもっとそこの方まで掘ろうと思えば掘れるんじゃないですかね。そういうわけで、どこにいるんだか分からなくなっちゃうと困るんで、じゃあこの辺まで掘ってきたけど果たして今自分はどこにいるのかなと確認をするために上の方へ、ちょっと分かりますかね、地上の光がわずかに漏れてきていますが、地上とつなげて現在地を確認するために穴を掘っていましたそうです。こんな色が全部一緒で広大な地下空間なんてなかなかありませんのでね、映画とかミュージックビデオとかそういうところでも頻繁に使われるんだそうですよ。ところによって壁面にこのような切り込みが入っています。これは昭和30年代の中頃だそうですが、機械掘りが始まって、それからこのような溝が入るようになったんだそうです。一方で入り口に近いところの溝はちょっと形や様子が違っていますが、これはその機械掘りが始まる前、手で掘っていた時代の名残だということでした。ちょっとせっかく来たんだから記念写真を撮ってみるから、ここにこう置いて離れればいいな。いいですね。撮れました。結構プロジェクトマッピングというかね、人工的なものとの調和も目指しているようですが、よく考えてみればもともとここも人工的な場所ですからね、人間の産業活動の結果として生まれたところです。大型トラックが出入りできますって書いてあるから、多分どっかトラックでもって普通に外とスムーズに出入りできるような、そんな場所があるんじゃないですか。ここにいろんな石垣のサンプルが並んでますけど、分かりますかね。これも石垣、これも石垣、全部大谷石で作られているわけですが、何が違うかというと積み方です。どの石垣の積む方法が一番強度が高いかっていうのを、いろんな並べ方をして試したんだそうですね。でこの上の平らな部分にすごい重いものを置いて、一体どれぐらい置いたら崩れるのかとか、そういうことを試して、その跡がですね、そのまま保存されているんだそうですよ。この地下空間には結構塩分も含まれているらしいんですが、冬の時期になると空気中の塩分が冷えでね、壁に固まるそうです。これ分かりますか。白いこういう壁が、こっちなんか特にすごい、こんな綿ぼこりみたいにね、モフモフといっぱいついてる。これ全部ね、塩なんだそうです。ちょっとペロッと舐めてみたいですけどね、許可もらってないんで、そういうことはやめておきましょう。よく見ると天井も結構白くなってますが、もしかしたらそういうのがついてるのかな。多分入り口と近いことが関係してるんでしょうね。ああ、疲れた。地上に戻ってきましたよ。はい、ガラガラガラ。で、こっちは大谷石の資料館のうち、本当に資料が飾ってあるところなんですが、これ大谷石の価格表ですね。今もこのぐらいの値段なんですが、昭和52年のやつだそうですけど、尾行、輸送中の節損は荷受け主負担のこと。多分これが石材を売るときの慣習なんでしょうね。5つの特徴、そのうち3つ目、耐火性に富む。火には絶対強いので、木造家屋の防火を必要とする場所を使用すると安心です。昔はこういったものの輸送には鉄道を使ってましたからね、これ見ると、大谷石材鉄道株式会社の出資証書かな、これは。そうですね、これは、50株の株券と書いてあります。昔はこれで宇都宮駅まで行って、そこから国鉄東北本線に乗って全国へ輸送していたというわけなんですね。もう一回ね、料金表を見たんですけど、これ単位ミリメートルかなと思ったらセンチメートルだったんですよ。だから結構これ安いんじゃないですか。多分なんかこんな担いでるやつもあってね、多分これとはちょっと大きさが違うと思いますが、こんな感じのやつを担いでるわけですよね。で担ぐやつ1個150キロするらしいんですけど、それでもね、その1個150キロのやつが5000円で売ってるって言うんですよ。お、あった。多分ですけど、これ何も書いてないんですが、ここから車とか使って、地下坑道の中まで入っていけるんじゃないでしょうか。そんな風に見えますね。じゃあまた自転車30分漕いで、東武宇都宮に帰りましょうか。帰り道、平和観音の前を通りました。ここにはね、他にも、大谷観音という平安時代に作られた日本で一番古い石仏展もあるんですけども、今回はこちら、これは無料で見ることができます。太平洋戦争の死者を弔うために、戦争が終わった後に作り始めたそうでした。よし、宇都宮の町まで帰ってきましたよ。あそこ東武って書いてあるところの下が東武宇都宮駅です。でちなみにさっき言わされてたんですけど、この自転車でですね、途中車道しかないようなところを走らなきゃいけないっていうところも出てきますんで、このまんま、大谷の方まで行かれるのをまねっこされる方は、ちょっとその点だけは注意していった方がいいと思います。電動アシスト自転車のバッテリーもギリギリでしたね。もうピカピカ点滅して、もしかしたら宇都宮着くまでに切れちゃうかもしれないな。よし、自転車も返却できました。いやー、疲れましたね。結局ね、帰りは48分ほどかかりましたよ。じゃあ今だいたい5時半です。で明日も大学があるんで、もうあとはまっすぐ電車に乗って帰ろうかと思います。東武宇都宮の駅まで着きましたけど、まだ列車の時間まで余裕があります。だからね、せっかくなんで、このかわいそうな、もしかしたらこれ系列店とかなのかもしれないですけど、全然違う店の広告を出している、桜餃子さんによって食って帰ろうと思います。餃子なんですけどね、焼くの意外と時間がかかりまして、12分ぐらいかかったかな。その後急いでバクバク食べたんですが、間に合わなかったですね。乗ろうと思っていた電車は乗り過ごしてしまいました。次の電車で行けばいいんですけど、東武宇都宮駅から出る電車は20分間隔です。この時間さっきのお店ね、持ち帰りはすごい安かったんですよ。餃子2人前12個で500円ということでしたね。だからまあ1個に1皿250円じゃないですか。でそれイメージして入ったら、お店の中で食べる場合は値段が違ったんですね。でメニュー見たら値段が違う、じゃあやっぱ持ち帰りにしますって言って、で宇都宮駅でベンチに座って食べようかなと思ったんですが、まあギリギリお金も大丈夫だったんで、じゃあそのまんま食べようと思ったんですけども、いやちょっとね、やっぱやめとけばよかった、それだったらさっきやっぱ私の思いついた通りにして、電車に間に合うようにしておけばよかったですね。しかしともかくですね、味はもう一流でした。やっぱりしそ餃子とケンタ餃子というのを食べたんですけど、ケンタ餃子ってのはなんかこうブランドものみたいですね。このケンタ餃子という店があるんですが、やっぱりそこで出しているものをこう商品にして売ってるんじゃないのかな。でそれが違う系列の店でも食べられるってことなんでしょうか。ごめんなさい、ちょっとね計算うっかり100円ミスってしまって、もう餃子も食べてしまったんですけども、使った金額全部合計してみたらね、54円オーバーしてしまった。これ申し訳ありません。ちょっとこんなんになると思わなかった。もともとこの餃子500円という予定で入ったんで、そしたら収まったんだけどな、これはいいですか。5000円で行ける観光のモデルコースを皆さんに紹介するというのが今回の趣旨で、5000円で観光できるからのチャレンジ動画ではないので、多めに見ていただければと思います。ただオーバーしてしまったという事実はちゃんと伝えておきますね。帰りの電車、栃木行き東京方面の電車がやってきました。栃木まではそれなりにお客さんがたくさん乗っていて、ホームタウンの路線という感じです。栃木に着くとワンマン、結構ね可愛い書き方をしましたけど、普通ワンマンと読むんでしょうけどね、ああいう表記は初めて見ました。運転手さんしか乗っていない、車掌さんのいないワンマン列車でした。そして新栃木からはまた乗り換え、これで東京方面へ行く電車がボックスシートの快適なやつだと良かったのですが、しかし残念ながらボックスシートではなく横向きの座席でした。これに乗って次は埼玉県の栗橋に向かいます。栗橋ではもう一度乗り換えが必要となります。行きはここまで特急で来ましたからね、良かったんですけど、帰りはこのような横長のロングシートに座って帰ります。でもこれだけお客さんがいなければ、これだって特急並みに快適ですよ。もうこれだけ全国の日本鉄道をいろいろ乗り尽くした私ですから、ある程度信用できる発言かなと思います。しかしやっぱり向こうで特急が行き過ぎていくのを見ると、なんとも羨ましくなるものです。500円払えば特急に乗って帰るということもできました。500円700円ぐらいだったかなそんぐらいなら払ってもいいかなと思ったんですけども、今回は5000円の旅、いいじゃないですか。ちょっと予算ね50円オーバーしてしまったのは本当申し訳ないんですが、しかし特急に乗らなくても十分快適に帰ることができるということを私は知っています。でもやっぱり乗りたくなっちゃうんですけどね、指を加えて帰るというのも、それもまた一つの旅の楽しみです。特急に抜かれて悔しい思いをするのも旅の味わいの一つ。列車は栃木を出て今南栗橋に向かっています。そこから先は急行電車、これに乗れば東京駅に突き抜けて神奈川まで行ってしまう地下鉄直通の急行電車です。しかし乗り換えて浅草が今回の旅の最終目的地となっています。止まっていた電車は地下鉄半蔵門線の車両でした。東京に帰ってきたっていう感じがしますよね。でもまだ埼玉のかなり奥の方です。南栗橋からの電車もこのようにガラガラです。号車の端っこの方を選んだからっていうのもありますけどね、かなり空いていてなかなかいい席に座ることができましたよ。これね、東部の電車とか、それから東部に直通する電車ではこういうのよく見られるんですけど、3人掛けの座席、車両の端っこのところにね、こんな感じ、腕とか物とかを置けるこんな机があるんですよね。受験生の時には机じゃないんでしょうけど、この台の上に荷物を置いたりとかね、本を置いてここで数学の勉強したりとかいろいろやりましたよ。この電車は地下鉄半蔵門線、東急田園都市線直通、急行中央臨海に行きです。東武動物公園まで各駅に停まります。春日部の辺りからは随分都会的な景色になります。埼玉では随分栄えているエリアですよね、この辺。列車のスピードもぐんぐん上がってきて、急行電車らしい途中駅を飛ばす運転を始めます。ここら辺まで来ればね、東京の電車がよくやるような走り方ですから、帰ってきたなという感じがしますけど、やっぱ普通電車で遠くから遠くまで行くっていうのはそれなりに覚悟のいることですからね。特急だとスッと行けてしまうんですけど、その冒険をしているという感じがいいのかもしれません。特急電車は長距離の旅のために用意されているものですから、当然長距離の旅の雰囲気を味わうんですけど、普通電車に乗って移動するとね、お金がかからないということの他に、その土地の雰囲気を味わうことができる、というメリットがあります。地元の人たちが生活に使っているのは特急列車ではなく普通列車だからです。そして例えば地元の高校生が方言で喋っていたり、地元の高校生がもう遅い時間だから家に帰ろうとしたりとかしているのを見て、なるほど、今自分はこんな遅い時間にまだこんな栃木県にいるのかと、少し心細く思ったりするのも旅情の一つかと思います。さて列車はもう東京に入っています。曳舟駅に到着。実はですね、さっき本当であれば新栃木から南栗橋までの間で乗った電車がボックスシートのトイレ付き車両であれば、そこのトイレに行きたかったんですが、もうなかったので、ロングシートのやつはね、トイレがないんですよ。だからしょうがない、ずっと我慢してましてね、ここに着いてからトイレに行くということになりました。結構ね、餃子食べ過ぎてしまったんで、あまりお腹の調子が良くなかったわけなんですが、もっと早く行けばよかったのにね、途中で降りればよかったんですが、結局ここで降りてから、1本後の急行電車に乗ってトイレに行きました。でも急行は15分に1本程度あります。東武線は長距離の普通列車の旅をするのに非常に便利なところだと思いますね。普通列車の本数が本当に多いからです。そして値段が安い。青春18切符とか使わなくてもね、往復、1700円ですか。それで宇都宮に行けるなんて驚くべき金額ですよ。到着した電車、浅草駅もこれまたガラガラです。ガラガラの電車ほど乗っていて気持ちいいものはありません。これ下手な特急電車よりね、普段の通勤ラッシュの時間帯とは全く異なる姿の、ロングシートの普通電車に乗るっていうのは、特急電車よりも非日常感が味わえるものだと私は思っていますよ。車掌さんからのアナウンスもありました。次は東京スカイツリー駅。そのスカイツリーのたもとを通って今、隅田川を渡ります。今回の旅の様子、視聴者の皆さんにはどのようにお楽しみいただけましたでしょうか。もしこんなのが今後もどんどん投稿されてほしいと思った方はですね、ぜひコメントなどでそのことをお知らせいただければ、私も皆さんに対しまたこのような動画を作らせていただこうという意欲が増すかと思います。でも私自身すごくいい動画を作れたと思っていますね。どうもここまで長いご視聴ありがとうございました。列車は終着の浅草に着きました。それじゃあ、宇都宮からトイレに行った時間も含めますと約2時間半に帰ってきましたが、どうもご視聴ありがとうございました。こんな感じでですね、全行で、大体5000円ですけど、5000円とは思えない充実ぶりだと思うんですが、どうですか。これはね、餃子という食べ物のコスパフォーマンスの高さと、それから東武鉄道の株主優待券の有用性の高さ、これらに助けられたわけですが、こんな感じのコストパフォーマンスのいい旅行、今後とも紹介できればと思います。どうもありがとうございました。